next up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ございます。寝起きなんで顔は控えさせてもらうんですけど、今日は試合の日の朝のルーティーンっていうかな、ルーティーンを撮っていきたいと思います。で今日は8時スタートなんですけど、私は今5時で、いつも試合の3時間前には起きるようにしてます。でもここのエアビーはゴルフ場から5分なんで、そんな早く起きる必要ないんですけど、起きていきたい、起きましたってことで今から用意したいと思います。今洗面所に来たんですけど、試合の日の朝は、日本におった時は結構ホテルとかにバスタブがあったから湯船に浸かってたんですけど、アメリカのバスタブに浸かりたくないので軽く、シャワー浴びて、化粧をして、まずそれがルーティン、最初にやることです。でそれがだいたい30分ぐらいで化粧も入れて終わるんで、今からやっていきます。それでいつも朝は、コーヒーを飲むのがルーティンなんでコーヒーを入れていきます。まだ入ってないけどこんな感じです。はい、今シャワー浴びて、化粧もしたんですけど、今からこのストレッチポールで、ストレッチと軽くウォームアップをしていきます。だいたいいつも20分ぐらいです。この時点で起きてから50分ぐらい経ってますって感じです。ではやっていきます。はい、今ストレッチを終えて、もう1時間ぐらい経ったんですけど、毎朝試合前に、ランニングではなくて散歩してます。20分ぐらい、もう朝ごはんを絶対食べないとダメなんですけど、私小さい時に朝ごはんをずっと食べてこなかったんで、動かないと朝ごはん食べれないんで、ってことで20分ぐらい軽くウォーキングしてから朝ごはん食べます。ではめっちゃ綺麗、あ、映らんけど、はいはい、朝ごはんを作りました。出発30分前なんやけど、いつもスムージーは絶対飲んで、いつも朝はパンが好きなんですけど、パンとフルーツを食べたいんですけど、パンを今週買ってなくてちょっと節約で、でいつもお昼のために食べようと思ってた食材が残ってて、明日チェックアウトなんでこれを食べます。だいたいご飯をあんまり白いご飯食べれないタイプなんで、なんていうの、砂糖のご飯の半パック分とお肉と、私海苔大好きなんで海苔です。では行ってきます。はい、今ゴルフ場に到着して、今は7時半なんなんかスタート間違えてて、8時スタートやと思っとったら、9時スタートで、私が起きたのは6時でした。で今は7時半で、これから1時間半ぐらいだいたいパターして、ショットして、アプローチしてパターしてみたいな感じでやっていきます。では行ってみます。はい、今打球練習が終わって30分前ぐらいなんですけど、パターして行ってきます。はい、今練習も全部終わって今からスタートしてきます。時間がないんで行ってきます。はい、皆さんお疲れ様です。今試合が終わってホテルに帰っ、あ、エアビに帰ってきたんですけど、今日は一日自分のルーティーンを撮りました。で、いつもはだいたい試合のスタートの3時間前ぐらいには起きて、すごい私朝起きた時すっごい体冷え性で冷たいタイプなんで、だいたいシャワーかお風呂に入って、そこからちょっとだけメイクして、で20分ぐらいウォームアップで、ストレッチとちょっと軽いトレーニングをして、散歩に行って20分ぐらいで、ご飯食べていくっていうのが自分の流れです。で、大体1時間半前ぐらいには大体会場入りして、そっから
最初は短いパターをちょっとだけやって、ストローク確認してから1時間前ぐらいにショットして、あとロングパット、ショートゲーム、アプローチとかをちょっとやっていくっていうのが、自分の試合の朝のルーティンです。で、大体、私は結構試合の日の朝すごいリラックスしてるタイプで、なんか結構小さい時は試合に集中するために携帯とか見てあかんみたいな感じ言われとってんけど、今はもうガンガン YouTube 見ながら朝ごはん食べてます。で、大体日本におった時はなんか朝の練習場の球がステップアップは限られとって30球しか打ってなかったんで、もうちょっと短い時間でアップしてたりしてたんですけど、アメリカに来てからは無制限なんで結構朝球打ってますって感じですかね。だいたい朝のスケジュールはそんな感じでやってます。もっと詳しく撮れたらよかったんやけど、私も一人でやってるんで、あまり試合みんな集中してやっとる時に日本語でやってますみたいな言うのちょっとなんか恐縮やったんでできなかったです。で、今週終わって3週間空くんで、まあ明日最終日残っててあんま調子良くないんですけど、とりあえずアンダーパーで1日上がれるように頑張りたいと思います。ではこれが私の朝の試合の日の朝のルーティンでした。ではさよなら。